ジョイプラザは、兵庫県神戸市長田区に存在する、ショッピングセンター。所在地、神戸市長田区若松町五の五の一、住宅都市整備公団が、一般市街地住宅方式により、新長田駅前ビルを建設。うち商業施設部分を、財団法人神戸市都市整備公社が、ジョイプラザとして、物販店、飲食店などのテナントを誘致し、運営。 1977年4月21日に開店した。地下1階地上2階部分には、各テナントとして大丸新名型店が入居。9091平方メートルと小型ながら、生活密着型店舗として、食品や医療品、雑貨の売り場を設けた。また2階部分には、専門店街を構成し、ジョイプラザ名店街と称し、 神戸市商店街連合会に所属した。1995年1月17日の阪神、淡路大震災に際して、長田区は最も被害の大きかった地域にもかかわらず、大丸が震災発生2日後にはいち早く食料品などの必需品をワゴン販売する対応を行い、地元住民に貢献し、非常に愛されてきた。施設の老朽化に対応し、 1992年4月と2010年3月にリニューアルを実施。2010年のリニューアルでは、新長田駅前若松歩道橋と2階、専門店街の直結も行った。しかしながら、各テナントの大丸は、震災後の人口減と競合店出店が、相次ぎ売り上げが減少。赤字が続いていたため、2013年1月31日に大丸が撤退したのに合わせ、 ジョイプラザも閉店した。後継事業者には、東急不動産が選定され、大規模リニューアルを経て2013年9月20日に、東急プラザ新長田として、再オープンした。各テナントは大丸に代わり、スーパーマーケットの声優が入居し、こちらは2013年7月27日に、先行開業している。ABCD。 新長田ジョイプラザ2階専門店リフレッシュオープン。記者発表資料。神戸市。2014年1月16日閲覧。神戸市まい町づくり公社事業のご案内。神戸市商店街連合会会員名簿。大丸新長田店が閉店審査へ乗り越え、地域密着。神戸新聞ネクスト。2013年7月4日、閲覧。新長田駅前商業施設。 ジョイプラザの大丸新長田店後継事業者として、東急不動産が正式決定各テナントは、誠意に決定。東急不動産。2013年7月4日閲覧。新長田に東急プラザ開業書店やカフェなど53店舗。神戸新聞ネクスト。2013年10月4日、閲覧。新長田駅前商業施設リニューアルプロジェクト。 東急プラザ新長田に名称決定。グランドオープンに先駆け、西湯が7月27日先行オープン。東急不動産。2013年7月4日閲覧。2013年の新規出展計画。2013年7月4日閲覧。ありがとうございます。